ここからは今日のセミファイナル世界を知るレジェンド高山克成の登場です。解説は引き続き世界バンタム級1位石田翔選手、実況前田でお伝えします。石田さん、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ここからはレジェンド高山克成の復帰2戦目ということになりますが、石田選手にとってこの高山選手というのはどんな存在ですか？そうですね、もう僕がボクシング始めた頃からプロで活躍されていて、世界王者だったので、すごい尊敬してますし、ボクシング界の先輩なので、今日の試合もすごい楽しみです。その高山が2階級制覇を夢見て今年6月に現役復帰、今日が2戦目となります。まもなくリングに姿を見せてきます。ライトフライ級8回戦、高山克成対ジェローム・バローロの一戦がまもなく始まります。青コーナー11戦7勝4 k を勝ち3敗1引き分け107パウンド2分の1フィリピンライトフライ級13位ジェローンバロロー。若さと勢いで高山を飲み込めるか。赤コーナー43戦33勝12 k を勝ち9敗1位のコンテスト107パウンド2分の1石田所属、元 WBA 世界、WBC 世界、IBF 世界、WBO 世界、世界4団体ミニマム級チャンピオン高山克成。世界を取ったスピードは未だ健在、高山克成。さあ、解説は引き続き石田翔選手です。はい、よろしくお願いします。石田さん、40歳と23歳対照的な一戦となりましたが、はい、この試合の注目のポイントはどこでしょう？そうですね、高山選手がどこまでやっぱり、テンポのいいボクシング、自分のボクシングができるかですよね。圧倒的なスピード、そしてスタミナで世界を凌駕した高山克成、復帰2戦目を迎えます。経験か、それとも若さ、勢いか、どちらが上回るか。さあ、第1ラウンドゴングが鳴らされました。画面右が高山克成、ボディにジャブを伸ばしていく、共に左手前のオーソドックススタイルの一戦です。しっかりとステップを踏んで相手の様子を伺っていくのが高山克成です。そこに左のフックかぶせていく、序盤は距離の探り合いといったところでしょうか。そうですね、バロロ選手もやっぱ警戒してますね。リズムを取りながらジャブを出していくのが高山克成、そのジャブに合わせて大きなパンチを打っていくのがこの青のグローブのバローロです。結構合わせますね、カウンター、はい、合わせボクシング。年齢が対照的というお話、石田選手に先ほど話がありましたけれども、はい、このボクシングのスタイルも対照的ですね。そうですね、高山選手はどっちか言えば、自分から行く方なので、バロロ選手は待ってカウンター合わせるタイプですね。どっちかというとガードをしっかりとしながら左のフック、ここもバロロの大きなパンチです。高山選手いいですね、いい立ち上がりと思います。スピードもあって、はい、はい、しっかりとまずジャブでボクシングを作っていくということですね、うん、しっかり足も動いているんでね。このステップワーク、スピードで世界を撹乱し、4団体を制覇したのが40歳の高山克成です。カウンターだけ気をつけたらダメですね、はい、しっかりとバックステップ、そしてステップワークで今の大きなパンチをかわしました、うん、高山、ね、高山もあるいはこのバローロがカウンターを狙ってくるということを把握した上で、そうでしょうね、戦い方を研究していると思うんで、作戦はあると思うんで。静かな立ち上がりとなっています。ライトフライ級の8回戦、元4団体王者の高山克成対フィリピンの国内ランカーのジェローム・バローロの一戦です。まずはジャブでしっかりとコントロールしようという高山に対し、その高山のパンチ打ち終わりを狙って踏み込んでくるのがこのバローロです。ああいう右も怖いですね、やっぱり。はい、威力ありますね、独特の、あまりもらない方が。
その分緊張感というものを抱えたままこの8ラウンドを過ごすことになりそうです。しかししっかりと石田さん話されたように序盤から足がしっかり動いている高山。そうですね、しっかり動いてるんで。第1ラウンドも残り20秒を切っています。さあここで左右、はい、捉えています。ここも右のボディ、そしてまとめにかかる左のボディ、しかしバローロも返していく。左のフックがありました。打ち下ろし、バローロ選手、うん、はい、しっかり返しますね。ここで第1ラウンドが終わりました。今日で高山選手は44戦目を迎えます。前回はリング上で再び世界を取るために戻ってきたと声高に決意を表明しました。今年40歳を迎えたレジェンドです。すごいですね、40歳で、はい、なかなかできることじゃないと思います。そうですね、はい、一方のバローロは23歳で7勝3敗ながら、この3敗というのは全て世界戦経験者もしくはトップランカーということで、一筋縄ではいかない相手と言えるかもしれません。そうですね、前回もね、先ほどの尾崎選手と引き分けて悔しい思いしていると思うので、はい、うん、前回が2ラウンドに負傷判定によってノーコンテストに終わっています。そうですね、国内ランカーです。さあ第2ラウンドはどんなラウンドになるんでしょうか。あ、すでにバローロ前来ていますね、気持ちは入ってますね。リング中央ジャブを2発放っていた高山、ジャブそしてストレートに入ったところに左合わせましたね、狙ってますね、入ってくるところに。そして左のジャブを伸ばしていきましたバローロです。少しこのラウンドバローロが前がかりになっていますか。そうですね、少しプレスかけてますね、じわりじわりと。そして前に来た高山をバックステップでさばきました、うん、ちょっと出てくるかもしれないですね。高山陣営としては、まあ、ここまでジャブでしっかりと試合を作っていましたが、相手が前に来るとなると少し様子見の時間というのもいますか。まあ、でもやっぱり高山選手は自分のボクシングで、はい、それでも来てもやっぱり足使いながらジャブついてしっかりこうまとめるボクシングをやっぱりやるべきだと思います。そこで後手後手になるのではなく、まずは自分のボクシングだと。高山選手はそのやっぱりやりきるという意味で多くの44戦のキャリアがあります高山勝成、数々の世界の強豪を打ち破って9つの王座に輝いてきたこのレジェンドボクサーです。ボディにジャブを伸ばしていた高山、そしてあ左のフック捉えたのはバローロです。フック狙ってるね、バローロ選手。あ、でもボディいい感じで、はい、高山選手一番の目から打ってるので、ここもボディですね、前回の復帰戦もそうだったんですが、このようにボディへの攻撃を多用するのが今の高山のスタイルです。その上上下の内訳、ね、バリエーションを作るという目標があるようです、うまいですよね、上下の内訳。さすがのキャリアです、フィリピンの国内ランカーのジェローム・バローロとの復帰第2戦目を迎えている高山勝成です。ボディへのジャブ、ここは硬いガードを見せるのがバローロです。そして内割り右のフック、空を切ります。突きあればすぐ来るんでね、フィリピンの独特の、このバローロ、まあ、3敗の世界戦経験者もしくはトップランカーと敗れたという話しましたけれども、現在の WBO の世界2位のナザロフと対戦した際もこのようなフック、そして得意なパンチアッパーというふうに本人は話しているんですが、効かせる場面もありましたからね、注意しなダメですね。高山選手も年齢も40歳に、ね、なっているので、フック捉えている、右のフック左、しかし距離で外しました高山勝成、ね、この一戦高山選手陣営に関しては中出トレーナーが話していたのが距離の管理が大切なんだというふうに話していました、本当その通りだと思います。ここまではしっかり距離の管理できてますか。あ、そうですね、足もしっかり動いてるんでそんなにこう、はい、もらったあかんパンチはもらってないので、さあ第2ラウンドがありました。そして両手を高々と掲げました、さあ石田選手、まあ、ラウンド終わり、はいはい、コンビネーションを見せる場面もありました。ここまでの印象を見ていただいていかがですか。はい、まあ、僕は高山選手が、自分のボクシングを やりきっているんじゃないかなと。ただそのフィリピン、バロロ選手も、はい、やっぱりこう
まだパンチは、振り回してることもないんですけど、はい、やっぱり KO を狙っているので、その得意なアッパーやったりっていうのは気をつけた方がいいですね。気をつけないと。このバローロは11戦のうち7勝、そのうち4つの KO があります、左右のフック、そしてアッパーカットが得意だと話していました。そうですね、いる限りこうストレートパンチは少ないと思うので、はい、フックやったりアッパーっていうのはジャブにね合わされないように。石田選手もジャブが得意ですけども、そうですね、ジャブにフックを合わされると嫌ですか？いや、もちろん嫌ですね。出しにくくなりますし、それをこうね、いかに高山選手の経験で当てるかっていう、さあ第3ラウンドが始まりました。ここもジャブ出していくのが高山です。バローロはしっかりと相手の様子をじっと見ているような印象があります。体を左右に揺さぶりながら中に入っていた高山、右のストレートからいく変化をつけてきました。そしてここもジャブからコントロール、左右のフック。高山選手、打ったらすぐ動いているので、それはすごいいいことだと思います。やはり同じ位置にいないという、そうですね、その打ち割りを狙っているので、バロロ選手はすぐ位置変えたりバックステップしているので。おっと、左のフック捉えたぞ、効いたか。ここは高山がしっかりと時間を使おうという動きを見せています。石田選手、先ほどのパンチ、左のフックはどうでしたか？ちょっとバランス崩した感じなんで、ただああいうのを見せるとやっぱり元気になるので、心理的にロドロ選手ちょっと今そうです、乗っているというか振ってきているので、ちょっと、集中した方がいいですね。ダメージは見られますか？ダメージはないと思います、体勢が崩した時に、パンチが当たったという、この時間をどうさばいていくか。そしてボディの連打です、このボディもね、後半になったらね、すごい効いてくるというか、スタミナ削られるので、いいボディ打ちだと思います。よくボクシングの世界ではボディは貯金だというふうに話すことがあると思うんですが、やはり効きますか？効きますね。やっぱりこう特に1ラウンド目から打ってるので、後半こう地味にチクチクされると、集中も途切れてくるので。そんな中、高山は、ボディでどれだけ貯金を重ねることができるかというラウンドです。バローラがここはプレスをかけていく。高山がリングをサークリングしながら右左、そして右の打ち下ろしのストレートを左を返したバローロ、ここも左大振りのパンチです。いいですね、しっかり避けてるので。左のフック、ここも近い距離、クリンチワークです。そして右のアッパーから左のボディつなげていきます。右ボディですね。右のアッパー左、さあ効いたか。高山がコーナーに行く。今の右アッパーちょっと効いたかもしれません。少し後ろに逸れていく動きがありました。ああいうアッパー怖いですね、やっぱり。ああいやいや、オーバーね。ここも捉えているぞ。3ラウンド残り10秒余り、左のフック、ここはクリンチ、時間を使います。左のジャブ重ねていく、第3ラウンド終了です、さあ石田さん、この第3ラウンド、バローロのパンチが捉える場面がありました。ちょっとこう振り回したパンチが当たっていたんで、ちょっと怖いですよね、高山選手がどれだけダメージ、最後のアッパーには効いているんじゃないかという話もありましたが、ちょっと効いてたかもしれないですね、見た感じは。高山復帰2戦目の相手がこのフィリピン人ボクサーのバローロです。で、石田選手も対戦経験があると思うんですが、こういったフィリピン人ボクサーというのはどんな強さがあるんでしょう？最近のフィリピン人はすごいやっぱり諦めないというか、しっかりしますし、パンチもしっかりしているので。バッティングにより負傷があったということが今アナウンスされました。諦めないという話、今途中になってしまいましたが、僕も、去年3試合フィリピン人とやったんですけど、本当に強くて、この拳でのし上がるんだ、今日の試合でいうと世界王者経験者の高山を食ってやるんだという思い、バローロ強いかもしれませんもん ね。もちろん前回の悔しさもあると思いますし、勝ちに来てますよね、戦い方は。これがこのバローロキャリアでは3度目の来日となります。
1回目が今年4月岩田翔吉と対戦しまして TKO 負け、これがキャリア唯一の KO 負けになります。さあこのラウンド高山前からいきます。ただバローロはそれをじっと見るようなカウンターのタイミングを伺うような動きもありました。そして右のストレート伸ばしていく。40歳を迎えたレジェンドの高山克成です。中出トレーナーが話していたのが動きに衰えなどは感じないんだけども、反射スピードなどに関しては試合にならないと分からない部分があるというふうに話していました。これもカウンター、紙一重の打ち合い、ヒリヒリするこの近い距離での攻防です。ただ石田選手この近い距離でも技術が詰まってますね。そうですね、細かいところはしっかり見てますし、はい、しっかり手数を出してるんで、ボディもしっかり打ってるんで。そしてアッパーも織り交ぜていきながらタイミングを見てバックステップ。こういう高山選手みたいな、はい、人とやるときはこう気持ちが折れるというか、はい、だからこのバローロ選手、こうずっと手数出したり出入りされると気持ちだんだん折れてくるんですよね、はい、ああそうですか。そうなんです。でボディも効いてきますし、はい、そういう展開に持っていけたら高山選手は もっと優位になるんですよね。やはりずっと同じようにずっとパンチを出され続けると、あれダメージがないのかなっていうふうに思うんですか。そうなんですよ、疲れますし気持ち的に余裕がなくなってくるので、はい、だんだんこう諦めるような戦い方になってくるので、この高山この4ラウンドも終始パンチを出し続けています。そしてボディ、そして顔面へと上下の打ち明けも見せています。ここもボディ重ねる、うん、この辺りは40歳とは思えない無尽蔵のスタミナです。多いですね40歳で。高山自身に話を聞くと疲れやすくなったんですよと言うんですが、この4ラウンドひっきりなしに動き続けています。まだ、ね、これがね高山選手のボクシングだと思うので、はい、いつも通りだと思うんですけど、ね、ここも自分からプレスをかけていくのが高山。バローロはしかし相手のパンチをかいくぐったカウンター、一発で相手をマットに沈めるだけのパンチ力があります。要注意な相手、この復帰戦2戦目の相手になっています。この第4ラウンドも残り10秒切りまして、ここで前半終了、うん、高山バローロともに両手を高々と上げました。さあ石田さん、先ほど高山選手が聞かされる場面も少し見られたかと思うんですが、はい、このラウンドは逆にこのラウンドはもう全然高山選手が優位に進めて、はい、判定になればこういうやっぱり手数出して参ってる方が有利なので、はい、まあ、石田選手今お話にありましたように8ラウンドを終えて決着がつかなければ試合は判定になります。はい、採点基準が有効打、はい、積極性、うん、ディフェンス力、試合運び、はい、大きくこの4点で争われます。はい、まあ、ここまでを見ると聞かされる場面などはありましたが、試合のコントロール自体は、いやもう高山選手が、うん、しっかりやってますね。フィリピン国内ランカーのジェローム・バローロに対してまずは主導権を握っているんじゃないかという石田選手の見立てです。ここから試合は5ラウンド後半戦に入ります。さあ第5ラウンド始まりました。いきなり攻防中央で繰り広げる、うん、そして時計回りにサークリングしていくのは高山克成です。この出入りの速さ、無尽蔵のスタミナが高山の武器。ジャブをダブルでついていく高山、そこにアッパー、アッパー、ね、狙ってますね、はい、力強いですね。さあリング中央の攻防、近い距離です。クリンチワーク離れていったところ、ここにフックを合わせてきました。中出トレーナーが話していたのが、はい、世界戦などの相手になると駆け引きの戦いになるんだと、うん、はいはい、ただこういったまだまだキャリアの作っていく途中の選手というのはそういった駆け引きが通用しない部分もあるの で、ね、逆に世界ランカーより怖いという話もありましたね。そうですね、もう狙っているというか倒すだけなので、ね、思いっきり振ってきますし、そういった意味では怖いですね。さあ高山各種に送り出され、ここも手数を出していく。石田選手も30戦を超えるキャリアがありますが、そのような経験はありますか。そうですね、やっぱりこう逆にノーランカーとか、はい、そういった選手の方がこう捨て身というか、リスクがないので向こうからしたら、まあ、怖さはありますよね。
その中でキャリア、技術、パワー、うん、あらゆるものを駆使してリングに上がるのがボクサーなんですね。さあ第5ラウンドも1分半を切りました。リング中央ボディ、でもこういう接近戦で戦えたら高山選手は全然もう問題ないかなと。ただ入るときの一発だけ注意してれば、はい、うん、あの近い距離で、近い距離は逆にビッグパンチっていうのは、そんなにこう倒れるパンチはバロロ選手ないと思うので、そんなに、だからその入るときだけ一発狙ってる、そこだけ注意してればポイントはしっかり取れてるんで。あと、これは足がかかったでしょうか。なるほど、あの近い距離、体がひっつくような距離でしたら、うん、逆にパンチは出しにくいと。バロロ選手の良さは殺されてるんじゃないかなと、うん、近づいてくるタイミングの絶妙な距離になるとカウンターになると。そうですね、右の一発やったり、はい、アッパーやったりっていうのだけ気をつければね。あと今もアッパーカットという陣営からの指示がありました、うん、この近い距離でそのパンチ放つかバローロ。そして高山一気にラッシュに持っていこうという動きです。ここもボディを重ねていく、まあ、この距離はね高山選手の距離だと思うので、はい、高山はこの相手がコーナーロープを背負った状態で一気にラッシュに持っていくだけのラッシュ力、うん、そして体力があります。その手数はね多いから、はい、9年前大晦日の大平戦では一気に90発のラッシュを放つという場面も見られました。高山のスタミナです。さあこのラウンドも残り10秒切っている、うん、あっという間に5ラウンドが終わりました。このラウンドも高山手こだいをつかんだでしょうか、うん、このラウンドも高山選手良かったですね、はい、しっかり手数も足も動いてたんで、そんなにこう疲れてる様子もないんで、うん、そうですね、あの呼吸を整えるような様子は今セコンドでもありますけれども、でもまだまだ元気そうですね。2階級制覇という夢を叶えるために再スタートを切った高山です。今日が復帰2戦目、そしてこのバローロも今日が12戦目のキャリア、まあ、7勝3敗ですが、まあ、重ねて申し上げますがこの3敗は全て世界戦経験者ないしはトップランカーと、油断ができない相手です。まだまだ油断はできないですね。ビッグネーム高山を食ってやろう、そういった思いを持ってこの日本にやってきています。そして石田選手、試合は後半6ラウンドに入ります。あと3つですね、はい、リスクを背負った中のあと9分間ということですね。まあ、高山選手は、ね、やりきるんじゃないですかね、あと3つ。そしてこの試合、実はあの前の復帰戦はこの6ラウンドに相手のパンチをもらってダウンする場面が高山実はありまして、その際はあの集中力が後半になるにつれてちょっと切れてしまったんだと話していました。今日の試合のテーマは最後まで集中する、勘に頼らずしっかりと見切る、こう話して臨んでいます。さあ仕掛けていくのは高山です。そこに左のフック合わせていく、少しスクランブルの展開に持っていこうというのがこのバローロ、画面左です。高山はジャブからしっかりとコントロールしていくボクシング。石谷選手、先ほどまでのラウンドと比べて少しおとなしい立ち上がり、このラウンドになりましたね。バローロ選手はこう、はい、言いたいんですけどこう生きないというか。それは高山のジャブがあるからですか。うん、足があるしこう足フットワークもいいので、はい、狙いづらいんでしょうね。ただバローロ選手からしたら、はい、もう KO しないと、はい、判定では不利だと思うので、もっといかないとね。第3、あ、左踏み込んできましたね。うん、そうですね。どうでしょう。はい。行っていかないとバローロ選手は厳しいんじゃないですかね。ここも片山はジャブで距離を取ろうという動きを見せましたが、先ほど石田選手はあのバローロを左踏み込んで当てるシーンがありました。うん、あのようなパンチというのはやはり予測がしにくいんでしょうか。そうなんです。軌道的にもまた日本人と違うので、フィリピンやったりアジアの選手は、まあ、なんかこう分かりづらいというか、独特なこう普段。はい、もらわないパンチ、出てこないパンチが出てくるので違う角度からもらってしまうときがあるので気をつけないといけません。それが、まあ、海外勢と戦うことの難しさ、まあね、ということなんですね。ただ高山にも43戦のキャリアがあります。ここもロープまで追い詰めていく。ただバローロが前に来る。しっかり足使っているので、はい、バローロ選手はすごいこう
当てたいけど当てにくいっていう感じの戦い方ですね。そのあたり気持ちはね、当てたいと思うんですけど、高山選手がこう細かく動くので、どうしても我々素人は見ているとどうして前に行かないんだろうと思いますが、行こうと思ったタイミングで高山がケアをしているということですか。そうですね、しっかりこう足動かしているので。さあここも老快なテクニックで若さそして勢いがあるこのバローロをしっかりいなしています高山勝成です。バローロ選手も結構空振りしているので、でも結構疲れてきてますね。やはり空振りは体力を奪うということですね。いや本当に奪われますね。第6ラウンドが終了しました。ここまでは危なげなく高山がコントロールする展開が続いています、問題ないですね。中でトレーナーが今は処置も行っていますが、大きな疲れなどはないかもしれません。一方のこちらがジェローム・バローロです。23歳、フィリピンの国内ランカーです。若さ、勢い、そしてハングリー精神を持って日本にやってきています。高山に対しては素晴らしい偉大なボクサーだと尊敬の念も抱いていました。ということで、ラウンド7、さあ残り2ラウンドになりました。第7ラウンドスタートです。リング中央どっしりと構えるバローロ、外から中に入っていた高山です。左のボディ高山に伸ばしたのがバローロ、ここもボディダブルできた。序盤はボディの攻撃を多く見せていた高山勝成、前に出るバローロに対してしっかりと左右ステップを踏んでいきます。小刻みに体を振りながら、おっとカウンター捉えました。近い距離ロープを背負ったバローロ、前に出る高山、右のボディ、そして上下の打ち分けです。ボディ、ここもボディ重ねますね。そしてバローロも右左と重ねました。ガードからでもやっぱりもらってる方が嫌なので、どうしてもガードも下がりますか。そうですね、下がったところまたこう上に散らしてきますし、何より手数が多いんでね。やはり手数というのは重要なんですね。そうですね、ただ石田選手重ねてになりますが、手数を出し続けるというのは簡単なことでは。そうですね、なかなか難しいですね。高山選手1ラウンド目からもう、ずっと出し続けているので、すごい、運動量ですし、すごいスタミナですね。今年40歳を迎える高山、そしてロープに追いやったバローロに対して上下にパンチを打ち分けていきました。この8月には長野合宿を行って走り込んできました高山勝成、日に焼けた背中、そして上半身、40歳になっても衰え知らずのこのスタミナとスピードがあります。ここまではしっかりと試合をコントロールしているという石田さんの見立て。ああいうパンチですよね、ああいう一発だけですよね。右を踏み込んで放ってきました。まあ、でももう高山選手ももうその怖さないんちゃいますかね。ある程度パンチ力ももうバローロ選手も疲れてると思いますし、前に出てきました。今一瞬アクセル踏みました ね、まあ、高山が話していたのはラウンドを重ねて聞いたか、左そして右、ラスト10秒、さあラッシュに行くか、ここはバローロ時間を使います。そして踏み込んでくる右のストレート、さあここでゴングが鳴りました。最後高山効かせる場面もありましたね。そうですね、また、いいラウンドでしたね高山選手の。しっかりとコントロールを行ってきました高山です。
ライトフライ級で2階級を取る、そう意気込んできた高山克成。現在日本そして世界のライトフライ級で見てみましても寺地が 2団体王者として輝いていて、多くの日本人がトップランカーに名を連ねています。そこに高山も割って入るとなると楽しみですよね。そうですね、すごいまた日本が盛り上がりますよね。はい、さあこのバロール相手に最後まで集中力を切らすことなく高山のボクシングを見せつけることができるでしょうか。次ラストですね。はい、最終8ラウンドを迎えます。ラウェイラストラウンド、大きな拍手に送られて第8ラウンドが始まりました。ここもジャブでしっかりとリズムを作っていく高山克成、それをしっかりとウィービングダッキングでかわすバローロ、そして前に入ってくる石田さん、この構図変わりませんね。まあ、そうですね、展開からしては変わらないですね、1ラウンドからただそのリスクがある中、高山がこのリスクをコントロールしてきたということですよね。まあ、そうですね、自分のボクシングをやりきって、それが、ちゃんとこう相手に通用しているっていう、いいボクシングだと思います。このラウンド、あと場内ここで勝成コールが巻き起こっています。さあ残り2分少々、このコールに応えることができるか高山、右のショータッパー、そしてボディに連打です。ただバローロもまだまだ諦めていません、勢いのあるパンチを放っています。7ラウンドを通してしっかりと高山らしいスピード感、そして手数多いボクシングを繰り広げてきました。最後までやり遂げることができるか。相手はフィリピンの若きホープ、クリンチ、離れ際、近い距離の打ち合い、半分ですね。はい、石田選手もこのようなコールが巻き起こる時っていうのは聞こえてるんですか、リング上では。聞こえてますし、やっぱり元気というか勇気もらえますし、力出ますよね。そういった声援を力に、残り1分、最後まで高山らしいボクシングを見せることができるでしょうか。かなり気合が入った表情、両者まだまだ動いています、落ちていません。そして高山に関しては、まあ、試合をコントロールしているという意識もあるでしょう。ただ前に出ますね。そうですね、最後までこうね、やっぱり元世界チャンピオンだけあって最後までやりきりますね。今年は教員免許も取得した高山、人間の強さを解き、そして夢を語れる先生になりたいと話し、プロに戻ってきた高山が最後の最後まで攻め続けます。40歳高山克成、世界を目指した再挑戦、2試合目のこのリング、残り10秒切りました。ここも前に出る、最後まで前に出る高山克成、復帰第2戦目、しっかりと最後まで前に出る高山らしいボクシングを貫いてみせました。いや、石田選手、はい、8ラウンドやり遂げましたね。そうですね、高山選手らしい、もうこれが高山さんって感じの戦い方でしたね。世界を取ってから19年、初めて世界を取ってから19年経つんですが、変わらぬスタイルで、すごいですよね、本当に40歳でこうやって動き出る分、はい、刺激になりますね。そうですね、自分もまあもう若くない方なので、すごい尊敬します。さあ判定です。ジャッジ池原信人、ジャッジ野田雅宏ともに78対74、以上3対0の判定により勝者赤コーナー高山
して3対0高山がバローロを下しました。これで復帰後2連勝です。この高山はまだ自分はただの A 級ボクサーだと、これから勝ち続けることでランキング入り、そして再び世界の舞台へ上がっていくんだと決意をした中で一戦見事に勝利を収めました。熱い抱擁もありますが見事な試合でしたね。まあ、ナイス試合でしたね。素晴らしい、いい試合見させてもらいました。では喜びの声聞かせてもらいましょう。放送席見事に勝利しました高山勝成選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは見事最終8ラウンドまでボクシングやり続けましたね。はい、前回の、課題を、ね、今回しっかりクリアしたかったんですが、少しできて少しできなかったのでもう一度改め直します。6月の再起戦からすぐに訪れたチャンスでしっかりと勝利を収めました。今日の試合はどんな思いで戦いましたか？はい、本当に6月の試合でいいところと悪いところが出たので、まあ、この3ヶ月のスパンだったんですが、しっかり、修正して皆さんにお披露目しようという思いで調整しました。バローロ選手もかなりの強敵だったと思います。ずっと隙の油断できないようなそんな試合が続きましたが、どんな試合展開、試合中はどんなこと考えてました？そうですね、もうバローロ選手はもうね、もう倒さないと勝てないという気持ちもありましたし、何より思いっきり、ね、一発一発フィリピンボクサーらしくしっかり思いっきり振ってくる選手だったので、すごく自分も勉強になりました。さあ、そしてジムの石田会長ももう一度世界チャンピオンになる、そんな思いをサポートしたいという話もありました。そんな中で戦った試合です。どんな思いでした？はい、やっぱしね、まだ自分は、ね、世界ランキングも、ね、多分日本ランキングも入ってないので、まずね、そのランキングに入らないことには何も語れないので、しっかり、この試合だったり今後の自分の戦いで強化してもらえるようにこれからもベストを尽くしてまいります。さあ、高山選手もう40歳、これからどこを目指してどこに行きますか？はい、誰もが、したことないことをやってみたいです。やってみたいです。じゃあ一緒にやります。そして試合中に聞こえてきましたか、勝成コールずっと鳴ってましたけれども、いかがでしょう？はい、本当に勝成コールにはいつも励まされてます。本当に今日来ていただいた皆さん、スポンサーの皆さん、本当にテレビで見ていただいている皆さん、本当に本日はありがとうございます。この後もね、佐野陸君が素晴らしいファイト見ていただけるので、皆さん最後まで見ていてください。ありがとうございました。見事勝利を収めました高山勝成選手でした。放送席どうぞ。高山勝成復帰2連勝を飾りました。さあ、世界戦線へのアピールということですが、石田選手、改めてなんですが、はい、ボクシングというのは非常に過酷なスポーツであります。それを40歳になった高山がこのように再び世界を目指すというのは、やはり現役ボクサーとしては、そうですね、並大抵じゃないと思います。自分もやっぱり30を超えて多少そういう年、はい、体力のいうのは少し感じる部分もあるので、それが40歳となれば、ちょっと未知の世界というか、普通の人間ならできないことだと思います。現役の40代ボクサーというと、ライトフライ級美佐子ジムの堀川健一選手の43歳、あとは三月ボクシングジムに移籍をした野中勇希選手が12月には46歳を迎えるということです。調べていくと、国内の最年長チャンピオンの記録を見ると、最年長防衛は内山隆選手の36歳1ヶ月、世界王座獲得となると長谷川穂積選手の35歳と9ヶ月というものがあります。ですから40歳で世界を取ると、もちろん国内の最年長記録になると。大記録ですね。石田選手の世界ダッシュもそうなんですが、はい、この高山選手の今後の活躍も注目ですよね。そうですね、素晴らしいファイトでしたね。はい、ここまではテレビ大阪実況前田がお伝えしました。石田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この後は加納陸登場です。